にちは。こんにちは。今回は、ネイティブビジネス英会話の第2弾をやっていきたいと思います。お願いします。今回は、挨拶についてちょっと聞いてみたいなということがあるので、挨拶、おすすめの挨拶を教えていただけたらなと思ってます。はい。じゃあ一般的にはどんな挨拶を？そうですね、一般的、まあ、これはあの目上の人、まあ、同僚、部下問わずもうあの定番ですけども、最初に、初めて人に会った場合は Nice to see you、 もうこれはもう間違いないですね。誰に使っても間違いないです、うん、じゃあもう少しこう距離が近いような同僚だったり、うん、後輩、はい、とかに使うおすすめのありますか、うん、これも、まあ、スラングまではいかないけれども、もうほとんど一般化してるけども、 What's up? What's up? これはもう全然スラングではないスラン、うん、スラングではないけど、まあ、かなあのカジュアルな、カジュアル、うん、あの感じですね。それはやっぱり上司とかにはちょっと使いにくいワード。海外の方はすごいフランクなので、全然上司に、ね、What's up? って言ってもいいんだけど、まあ、日本だとちょっとね、あのまあうん、控えた方がいいかなと。じゃあどんなワードを使えばいいですか？どんなワード？挨拶を上司とかには。ああ、上司とかにはまあこれも一般的だけど、まあ How are you doing とかそういう感じにとどめておいた方がいいかもしれないですね。うん、じゃああまりこう会っていない、久しぶりに会った人。もう同じように、あ、久しぶりに会った人はそれもまあ、これもちょっと砕けた感じなんだけども、あの What are you up to? Up to っていうのが最近どうっていうあの意味があるので、 What are you up to? みたいな感じで、言うと、要は最近どうっていう感じに、ニュアンスが、うん、少しカジュアルな感じですね。逆、さっきはちょっと上司の方っていうのを聞いたんですけど、うん、もっとこう偉い方というか、うん、他の会社の社長さんとかうん、に使う敬語みたいなものって英語にはありますか？うん、それはあの例えば、It's my pleasure to see you みたいな感じで握手、まあ、それはもうあえてあの本当嬉しいです、光栄ですっていうような、意味があるので、まあ、本当にお偉い方だったりだとか、あとは、まあ、すごいリスペクトする人、自分がリスペクトする人に、まあ、会えた時に本当に嬉しいですよ、会えてっていう時は、まあ、あの My pleasure to see you で、あのいいんじゃないかと思いますね。あまりじゃあ使わない、対応するものではないっていう感じ、うん、あんまり対応すると本当なんかいつも言ってると、なんかあのすごいこうあのなんというのかな、あのちょっと嘘くさい感じが出てしまうので、まあもうレアケースにとどめといた方がいいと思いますね。なるほど。じゃちょっとビジネスとは離れちゃうんですけど、うん、なんかやっぱり気まずい人とかって言ったりするじゃないですか、うんうんうん、プライベートとかで。あ、はいはい、そういう時になんかこういい挨拶というか何かあったら教えてください。そうですね、海外、まあ、特にアメリカはやっぱりその基本挨拶をするのがもう絶対だから、あの興味がない人でもやっぱ挨拶を声がけっていうのはもうやっぱり文化として、日本って結構こう目だけなんかこう挨拶もしない、目線そらすとかそういう文化がではないので、基本気まずい人でも挨拶をするけれども、あのまあこれは自分は男なんで、あのよく感じたのはやっぱり向こうの、あの女性はやっぱり笑顔であの挨拶は絶対するけども、興味がないなって自分が感じるのは、はいっていうのが、まあ、結構きついですね。だから、あ、はいみたいな感じで、あのこう済まされると、あ、これはちょっとあの俺にダメかなみたいな。そうそうそう。なので例えば、美咲があんまり興味ないな、でも挨拶はしてこうしないとってなった時は、はいで済ましとくのがいいと思います。わかりました、ありがとうございます。はい、それでは今教えていただいた挨拶の6フレーズを、おさらいしていきたいと思います。まず1つ目は、どんな関係性の人にも使えるような挨拶、It's nice to see you. It's nice to see you. これはどんな相手に使ってもいいとのことでした。で、2つ目が後輩だったり、
同期だったりもう少しカジュアルな間柄で使える挨拶が What's up? What's up? これは結構フランクな挨拶ということでした。で逆に後輩とかではなくて会社の先輩だったり上司に使うのは How are you doing? How are you doing? 先ほどよりは少し大人っぽ礼儀正しい挨拶だそうです。で、最近会っていなかった人に調子はどうっていう雰囲気を込めて挨拶する場合は What are you up to? What are you up to? これで最近のこう挨拶だけではなくて調子はどうっていう意味があるそうです。会社の社内の人だけではなくて他の会社の社長さんとかもっと偉い人もっとリスペクトしている人に対しての挨拶は It's my pleasure to see you It's my pleasure to see you って言うとすごくこう心から光栄ですお会いできて光栄ですという意味になるそうです。で最後にまあちょっとあまりなんだちょっと気まずいような相手に対しては冷たく女性の皆さんははいと返してください。以上で今日、ビジネスネイティブ英会話の第2弾終了になります。ありがとうございました。はい、どうでしょう OK です